小坂梅吉小坂梅吉11月8日から1944年12月2日は日本の実業家、政治家。父の小坂小牧吉は新州、稲から江戸に上り、上野林王子の御用商人となり、1872年に銀座に松本楼を開業した。父の事業を受け継ぎ、日比谷公園の整備に伴う入札で日比谷松本楼を開いた。 さらに、大松閣、大正圏などの関連店舗を設立した。また政界にも進出し、京橋区会議員、道議長、東京市会議員、道三次会員に選出され、非正誘拐の長老として、重きをなした。1936年、第19回衆議院議員総選挙に、立憲民政党から出馬し、当選を果たした。 1939年には、貴族院多額の大者議員に選出された。その他、新馬支援部長、株式会社専務取締役、岩木炭鉱株式会社取締役を務めた。孫文の支援者で、日活の創業者、梅谷正吉は隕石である。ここに、銀座六丁目、銀座松本楼があった場所に建てられた旧小松ストアー、創業者の小坂武雄らがいる。 外務省庁舎を設計し、KDDI ビルやホテルオークラ設計に携わった小坂秀夫らがいる。ありがとうございます。